何食べる？まだ？何食べる？早して。何食べる？腹減ってんねんこっち。ステーキ。ない。ないんかい。聞いただけ。ブリブリブリ。久々のブリ。ブリ。ブリブリ。500g。ついに使うそれも。使っちゃおうか。どれにしようかな。これにしよう。今日は緑。吉丸さん。何にしようかな、グー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 、江戸はるみ、江戸はるみ。何言ってるか分かってんの？すいません。舞茸。舞茸か。参った参った舞茸か。長芋さん。短いのに長芋な。3本でも白菜。何やねん、もうかましいやつやな。今からやったら何でも聞くけど、これをどうやって食べたい？全体的にパセリを振りかけて食べたい。ご自由にどうぞ。長芋の刺身、どう？あ、すいません。一番めんどくさい。はい、すいません。美味しくなーれー。なるて。あー、いい音。ナイスカット。あ、ナイスカット。あ、ナイスカット。はい、そろそろいい加減にした方がいいで。喧嘩や。全部食べていい。ありがとう。味噌入れる。新しい味噌。宮古味噌。これは赤味噌。宮古やな。で、いつものやつ。絶対おいしいな。ネギ。小ネギか。長ネギや。長っ。めっちゃ長いやん。いっちゃん好きなジーマミーやん、これ。ジミー？ジミー大西か。一番好きなジミー？プルプルやな、もう。うわー。おい、なんかすげえ。なんかいい感じ。なんかすげえ。なんかすげえ、今。なんか見た？見たら、見たから言うてね、今。なんか今の見た？見たて。うん、こいつこっついとる。ちょっと質が違う。でんなっそ。でっかーほいで。うわー、いいね。板前やな。うん、ブリがセクシーやな、手つきが。手つき？そんな名前ちゃうねんけど。何がやねん、それ以上意味わからんこと言うのやめてくれ。どうしてくれんの、名前間違えんといて。こんなさ、長い寿司に見たことないやな。これもう寿司のネタちゃう。めっちゃうまそう。はい、完成。ブリ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 。分厚い方半分に分厚切ると。ブリ尽くしですね。なんか結構でかかったな、思ったより。順調。いや、あと3時間ぐらい。おい、ずっと何言ってんねん。早くで。おい、眉毛早くで。はい、すいません。はい、それでいいや。はい。 C が生えてんな。エモいな、なんか。これ無添加やねんて。あ、薄めやな、結構色。これ醤油って書いてあるから結構惑わされがちやけど、ポン酢みたい、普通の醤油。全然色ちゃうな。うん、米油。焼くんか。おい。なんかジーマミ豆腐に見えてきた。んなわけないやろ。で、片やこっちで。うわ、焼きまーす。岩塩。冗談抜きでうまそう。順調。うまそうすぎやろ。やばいって、やりすぎ。逃げよる逃げよる逃げよる。ちょ、まだやってるやん。あ、すいません。なあ、ごめんな。完成。あれとこれのステーキ。なんやねん、あれとこれって。名前を言え。このタレもタレでうまいんですわ。めっちゃ腹減ってきた、やばい。首振らんでや。はい、完成。ジーマミー。ジーマミーは普通なんかい。そのままなんかい。豆腐言え。完成。ザマミー。ザマミーってなんやねん。ジーマミーみたいに言うな。セアープロ。テイラースウィフト。鈴木スウィフト。太もも、ザ・マミー・佐藤、米だわら。よーし、焼きぜ。え？言った。昨日言った。宮古味噌、言っとく？言っとく。普通に美味しい。わからな。わからへん。けど美味しい、普通に。宮古味噌かって言われてもわからんけど、うまい。今度あれだけでやってみるか。じゃあ、ブリ行くわ。シクポ行く？醤油。俺、シクポ行っていい？ポーチャーでしょ、醤油ね。シクショ。油えぐいな、これ。乗り倒してる。うん、うまい。どっちに近いの、ほんで結局。醤油。ちょうど醤油とポン酢の間。うまかな。多分。どっちなん。ポン酢よりやな。ポン酢より。うん、なんかこれいつもの長芋より確かにじゃがいもっぽい。ホクホクしてる。質がじゃがいもに似てる。うまい、芋っぽいな。なんか長芋ってなんかちょっとサクッとしたよな。種類がちゃうんか。なんか長芋に詳しい人いたらよかったらコメントください。ザマーミー食べるわ。イエジーマーミー。めっちゃ嬉しい。沖縄やし、うまい説もあるもんな。美味しい、関係ない。うん、まっ。ビール持ってこいみたいな顔すな。どのタイミングで見とんねん。はよ行ってきや。ブリといえば物見心地ができるからす。コクゼロ。うえー、やばい。はい、社長か。石垣島の社長か。おお。て
くんで。俺この焼きブリ行くし。もう食べてんだよ私。え、嘘。あ、めっちゃうまい。塩もかかってるし、そのままでもいけんで。外のカリカリうまいな。おいしい。大葉といったろ。大葉とどうぞ。え、どうぞの癖が強い。太っちゃう。あ、そうでした、すいません。普通に醤油いくわ。え、いってない、まだまだまだ、いってないよ。え、どう今の喋り方。友達にならへんタイプ。あ、醤油うまいな。うん、米早っ。え、ない？え、そっちに出した。いらんの。どうしてもお腹いっぱいになる。ビールで。そうじゃない。はい。なんでさ、D マミーさ、 D マミーって言った今。言ってへん。 ABC の言ってへん。あ、すいません。言ってへん。ビール持ってこいみたいな顔でよう見て喋んな。あれ、なんでベッタベタにくっついてたのな。今日も理由分かったで。何？日頃の行いが悪い。あ、小平くんの？分かる。俺かい。俺悪い、日頃の行い。うん、寝相も悪い。どっちが言うとんねん。今日でもな、こうやって寝たで、小平くん。私みたいに映った。しかも足も組んで、めっちゃ態度悪かった。木の上で寝てるやつみたいな感じ。焼きぶりうまいな。何してんの。美味しい。え、怖っ。あー、めんどくさ。ゼブラパン、そういうやついるよな。あー、めんどくさい。茶色の T シャツにゼブラパン。そっち何？何 T？ めんどくさ。ナイキやん。ナイキ、ナイキっていうやり方な。あ、これ全貌見たい人いる？ゼブラ、いいね。でも一個だけはして、これだけは私言っときたい。見つけた私。買おうって言ったん俺。じゃあ64やな。なんで6やねん。55でやろ今の。いや、庶民一人でその場にいたら買ってないやろ。うん、買ってない。ほんまのこと言ってんね。いやーとか悩むかなと思って。全く。うん。速度。速度。速度か速度じゃないかは悩まんでって。ほんまそれな。俺庶民これむっちゃいいと思ってんだけど。うん、いいよ。ご当地感流行んちゃうこれ。今日からグッズで出そうかな。あ、というかグッズで思い出したんですけど、あのこのネック、これちょっと見えてないんですけど、アイちゃんがね、いつも作ってるやつね、相変わらずあのペイペイフリマで売ってますんで、ペイペイフリマでセアプロハウスと検索してもらえたら購入すぐ行けますんで、すぐ売り切れちゃうんで、皆さん急いで買ってください。お願いします。お願いします。まだマスクストラップってさ、10はあんのかな。最近マスクがちょっと減ったから、ネックレスをアイちゃんが作ってて、まあネックレスっていうか、なんていうの、マルチウェイ、マスクにも使えるし首にも使えるしってやつにはしてんやけど、まだマスクストラップの方がいいよって方おられたら、それもコメントいただけたらと思います。でも全然マスクしてはる人もまだまだいるもんな。うん、タイガーマスクもしとるしな。いや、そっちのマスクちゃうねん。突っ込まんかい。なんで俺自分で突っ込んでね。したかんだやんか。なんで俺が悪いねん。なんで俺それに突っ込まなあかんねん。びっくりして、したかんだやん。かん、もうしたかんだか、かんどる。したをかんだ。したっていうのをかんだ。あ、これが本当のしたをかんだってこと。今のよかったな。したをかんだをかんだ感じな。じゃあ、したをかんだをかんだなくて、したをかんだのしたをかんだ。うるさい。舌を噛んだって言った時の舌を噛んだ。もうええって。分かった。多分言ってること一緒。え、違うって。え、舌を噛んだを噛んだじゃなくて、そしたら舌を噛んだやけど、舌を噛んだの舌、舌を噛んだ。分かった。言ってることは全然違う。何を言われてんの俺。難しい難しい。分からん。舌を噛んだの舌の部分を噛んでん。舌を噛んだの噛んだは噛んでへんから。もう怖い。何、舌を噛んだ、舌だけを噛んでんねん。今日マジで豪勢えぐい。いつもごめんな、なんか豆腐だけで。いつもあんなお茶漬けやのに今日は豪勢すぎるわ。お茶漬けなんか贅沢やで。多分単価で言ったら結構高いで。お茶漬けの粉使ってたら。お茶漬けの粉、ふりかけ。ふりかけ、お茶漬けのほら、大人のふりかけのお茶漬けのやつあるやん。ああ、え、あんま知らんねんけど俺。まさけに知らず。お茶漬けでそんな言われる。何出してんの。サッカー選手の名前。大体カタカナのなんか叫び出したら、サッカー選手か遊戯王の名前やもんな。よう分かってるやん。だから無人島に一生住むか、うん、刑務所に一生入るか、どっちがいい。無人刑務所。え、刑務所。俺余裕で無人島やねんけど。命の危険があるもん。ああ、衣食住はあるから、うん、そう、やらなあかんこといっぱいあるけど、辛いけど生き延びることはできるやん、確実に。一生もうそこやで。雨にさらされたり、波に飲まれたり、波虫に刺さられたり。虫、虫の話。いや、俺はほんまに無人島。でも何も持っていけへんねんで。夜なんか街灯なんかないで。うん、引いたく。で、何も持っていったらあかんって。じゃ、なんか引っ越すって。食べ物もあかんで、持っていったら捕まえる。どうすんの、それまで。え、
木切って尖らして森みたいに刺す。絶対折れる。いやてか水中メガネないやん。やろ無理やん。海水の中の声で見えへんやん。え、てか無理やん。やし刑務所行っとき。え、刑務所行こうえ、ガチで無理やん。無人島で丸裸で。だって私も刑務所に何も持っていかへんもん。その条件は一緒やん。マジ死ぬやん。だから刑務所や、刑務所行きあ、けど分からない。その島の中に生き物いるかもしれない。島の中でいいやん。島っていうか刑務所の島かと思った。刑務所の島って何なのねなんで無視できたの。ちゃうちゃう、今頭いっぱいで、お腹もいっぱい。え、もう海の中には魚がおるし、今言ってたやん。だから島の中にもなんか生き物がいるかもしれない。リスとか。リス、リス食べらんといてあげて。ね、食べたないって俺も。あ、というか絶対刑務所にするもうなんか無理。想像したら吐きそうになってきた。無人島1日目で多分無理。多分お腹空いただけでもう帰ってくるやろ。帰れへんって。シュノーケルもないって無理やわ。うん、持ち物ゼロやって。そんなん言い出したら私だって刑務所に携帯持っていくわ刑務所に1個だけ持っていくなら。え、いいの全部没収されんちゃん、あれ大体。俺車持っていくでも出れへんから持って行っても駐車場に置いてあるだけやで。出口の、うん乗っていくだけ。息しらくなだけ、うん、だけ。だってそんな建物の中で車走れるやつおらんやろじゃあ洗車とかできるやん。うん、暇ないって。汚れへんのに洗車だけできる自分が一番汚れてんのにな。うまいこと言わんでね。どうもありがとうございました。スーパーコメント嬉しい。愛ちゃんは素顔は牛乳を飲まないから綺麗なんや。浩平くんのツッコミ最高。私も同級生夫婦です。イカキンやヒカルよりも面白いです。YouTube 頑張って応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。牛乳嫌いなんです、愛ちゃん。すいません。でもここまで大きくなれたんで、なんとか勘弁してあげてください。僕はこれからも飲んでいくのに、ますます大きくなっていって、最終的には3メートル58にはなると思います。よろしくお願いします。ヒカルとかヒカキンには負けません。それだけはもう誓います。冷めた58って何なの？え、だから身長は。ゴジラ。で、頑張っていこうぜ。面白いって言ってくれてはるから。うん。ごちそうさまでした、たぬき。ごちそうさまでした、たぬき。呼ぼせよー。黒糖タンナフクル。みんな知ってます？俺はね、幼少期よく食べてたんですよ。これは知ってる人は知っている。知らない人は覚えてください。どんな味なの？なんか分かりそうで分からへんかな。うんふん。いや、口の水分全部取られる。持っていかれる。程よく甘くて、黒糖で、持った感じの食感って感じ。多分、みんなが、あ、間違えた。みんなさんが、みんなさんって何やねん。